皆さんこんにちは。今回は Teams for Education の Insight という機能についてご紹介します。Microsoft 365を利用すると、様々な学習ログや ICT を使った活動の履歴データが自動的に収集されます。Insight ではその収集された様々なデータが可視化されるため、教員の皆様は容易にデータの参照や分析をすることが可能です。インサイトには無料版とプレミアム版があり、無料版は教員の皆様がクラスの学習成果を向上させるのに役立つのに対し、プレミアム版はクラスにとどまらず自治体での学校横断的な分析が可能となります。今回は無料版インサイトに注目し、Teams 画面をお見せしながら利用方法をご紹介します。インサイトでクラスのデータを参照する方法は2つあります。一つ目はデータを参照したいクラスチームのメニューからインサイトのメニューをクリックしデータを表示させます。そして二つ目はインサイトのアプリからデータを参照します。Teams 画面左の3点リーダーからインサイトのアプリをクリックし開きましょう。アプリ名の上で右クリックをし固定させると次回からよりクイックにアクセス可能となります。インサイトのアプリを開き、データを参照したいクラスをクリックすると、そのクラスの詳細情報を見ることができます。上から順番に確認していきましょう。まず一番上には、そのクラスの注目すべき情報がスポットライトとして表示されます。スポットライトの中には、課題提出の遅れや会議への不参加など、何らかのサポートを必要とする可能性のある生徒に関する通知が含まれるため、教師の皆様はいち早く対応に乗り出すことができます。スポットライトを確認し、生徒の学びへの参加状況を瞬時に把握しましょう。さて、そしてスポットライトの他には、生徒の Teams での活動、課題の提出状況と成績、音読の練習の進行状況、生徒の自己評価の傾向、そしてコミュニケーションに関するデータを参照できます。なお、音読の練習とリフレクトについては、その利用方法とインサイトで確認できるデータについて、別の動画で詳しくご紹介しております。概要欄に動画リンクを記載させていただきますので、よろしければご覧ください。はい、では Teams 画面に戻って残りのレポートを確認していきましょう。まずデジタルアクティビティは生徒の Teams 内での全般の活動状況を示すレポートです。活動の種類や期間を絞って生徒がいつどんな作業をしているのかを知ることができます。そして様々な活動の中でも特にチャットへの投稿、返信、リアクションに関する詳しいデータを参照する際はコミュニケーションレポートをご覧ください。クラスの平均と個々の生徒の活動を比較しながら確認することが可能です。そして最後は課題に関するレポートを確認しましょう。まずこの表からは課題ごとのクラス全体の成績を知ることができます。未返却の欄が黄色になっているものは課題を採点して返却する必要がある生徒がいることを示します。黄色のコマをクリックすると該当の生徒の一覧を見ることもできます。そして、レポートの画面を下方向に動かしていくと、クラス全体の課題の進行状況を示すレポートが表示されます。完了している課題は緑、提出が遅れている課題は黄色というように、一目で課題の進行状況を知ることができます。提出が遅れがちな生徒がいたら、事情を聞いたりサポートをすることができそうですね。課題の提出状況や成績の把握にもインサイトをお役立てください。はい。ということで今回は Teams for Education のインサイトをご紹介しました。日々の活動を通して蓄積されるデータには、クラスの現状を把握したり、今後の方針を検討するのに役立つ情報が数多く存在しています。インサイトを活用すれば、そうした有益な情報を手軽に手に入れることができますので、まだ一度もインサイトを見たことがないという方は、ぜひご自身のクラスのレポートを確認してみてください。Teams for Education のツールをフル活用してより良い教育を実現しましょう。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴くださりありがとうございました。失礼します。